どうも、おはようございます。今日は4月10日ですので、そろそろ学校の授業がね、本格的に始まる頃かと思います。なので、今回はですね、3つポイントを話していこうと思うんですが、こちら。まずは、授業の受け方について、そして予習復習と、まあ、授業にね、関わるポイントを今回伝えていこうと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。この動画を見てくださってる皆さんは今何年生の方でしょうか？おそらく小学1年生の方ほぼいないと思いますので、皆さん今まで授業を受けてきましたよね。受けてきたから、改めて授業の受け方なんて言われなくても、いや、分かってますけどって話だと思うんです。思うんですが、改めて一応言語化させてほしくって、私は授業を受けるタイプって大きく分けると3つあると思ってます。それがこちら。1つ目が休息型。2つ目が未来型、3つ目が今でしょ型です。これに分かれると思ってて、ちょっと分けて説明していきます。休息型は、まあ、その名の通り休息です。授業中に体を休める。例えば、まあ、寝ちゃったりするのもそうですし、あとは、うわ、めんどくせえな、やってらんねえよって、まあ、ノートはしぶしぶ取るけどさ、みたいなのもここに入ると思ってます。次の未来型は、家に帰った後とか、その未来の自分が勉強しやすいように、今この時間を使うっていうタイプです。例えば、ノートに結構こだわりを持ってる方とか多いんですけども、まあ、先生のね、板書とかを未来でこのノートを見返した時に見やすくなる、勉強しやすくなるように一生懸命書いたりだとか、先生の発言とかもちゃんとメモっておいて、後々テスト勉強をする時にこのノートが自分の武器になる、そういった意識で受ける子を未来型だと思ってます。で、最後の今でしょ型はですね、授業中で少しでも多くのことを覚えてしまおうというタイプです。今回なんでこの話をしたかっていうと、こういうタイプがあるんだっていうことを知ってほしかったんです。授業って45分だったり50分、まあ、大学だったらもっと長くなりますけど、その時間を受けなきゃいけないんですよね。でもちろん、あ、めんどくせえなって思いながら受けるのも一個だと思ってます。私もそういう時期あったんで。でもどうせ受けなきゃいけないんだったら、例えば未来の自分が楽ができるようにだったりとか、今この時間で先生ポイント話してんだから、できる限り覚えたら結局自分が楽できますよね、後々。そういった意味で、どうせいなきゃいけないんだったら、この時間をどうプラスに使うかっていう視点を持ってほしいんです。で、これが自分の中で、ね、そのいろんな方がありましたけども、自分はこうやって受けるといいなって、自分に合った受け方が見つかるとめちゃめちゃ効率よくなります。だって50分授業が6時間とかだったら300分受けてるんですよ。その300分をもちろんどっかは休息に当てるのもありです。私も授業中に寝てたことあるんで、あるからね。でもそれも必要だったかもしれないからね。だからそれもありなんだけども、でも300分全部寝るとかないでしょ。休息ダラダラするわけじゃないじゃん。だったらそのね、一部ここだけでもしっかり受けようってしたら、その分だけ家に帰ってから楽ができます。中学とか高校に上がって部活とか始まって帰宅時間も遅くなっちゃうと、家で勉強できる時間が絶対的量が減っちゃうんですよ。そうすると予習とか復習が間に合わない、あーもういっぱいいっぱい睡眠時間削ってっていう負のスパイラルにはまってしまう。なら授業の時、受けてる時に自分が帰ってから楽ができる方法だったりとか、授業中でできる限り覚えちゃおうぜって、今そうやって思えたら、家でやる量をね、減らすことができるじゃないですか。だからそういった視点もありなんだって、絶対やれってわけじゃない、でもそういった方法もあるんだっていうのを覚えておいてほしくて、今回ね、紹介させてもらいました。では最後に予習と復習について話していきましょう。まず予習についてですが、これは絶対ではないと思ってます。ただ予習はやっておくと確実に授業での効率は上がっていきますけれど、さっきも伝えたように家で勉強できる時間がなかなか取れない方も出てくるかと思います。なので時間のかからない予習の仕方をすればいいんです。そのやり方は、次の授業で受けるところの大事なものだけ目を通すだけです。次の授業で受けるところって大体わかりますよね。前が30ページで終わったのに次70ページなんでってなるじゃないですか。そんなことはなかなかないので、次大体わかると。なので明日の数学とか明日の英語の授業はここやるんだよなって、そこに書いてある。数学なら公式が書いてあるし、英語なら文法が書いてあるんです。あ、こういうことを勉強するんだとか、まあ、社会の歴史でも、あ、ここは信長が今回出てくるとこなんだなとか、そういう重要、まあ、太字になってるんで、大体そのものだけ目を通す。それがどういったものなのか理解までしなくていいんです。こういうことをやるんだっていう、そのね、明日やってくる授業でね、戦う敵ですよ。敵さえ知っておけば、これについてやるんだ、で、それをやるから先生はこの説明をしてくれてるんだっていう風な、そこが導入しやすくなる。それだけで十分です。
もちろんそこの練習問題だったりね、手を回せたらいいですよ。そこまでやれたらいいですけど、そこまでできなくてもいい。明日やる教科書のページに目を通して、重要なものだけ、あ、こういうことやるんだって、それだけでもいい。それだったら本当短かったら5分とかでもできます。だってやっぱ目通すだけだもんね、暗記しなくていいから目通すだけでいいので、ぜひそこからでいいので、もしねそこまで時間をね少しかけられそうな方は予習、そこからやってみてください。ちなみに復習については絶対やりましょう。ただ復習についてもその日授業でやったことを丸々全部復習なんで、そんな時間はないですよね。無理だから、そこも効率よくやります。例えば今日の数学の授業で20問問題をやったとしますよね。でもその20問全部が、あ、もう無理、わかんない、ミスったっていうことよりも、例えば10問、まあ簡単なねレベルも分かれてるので、この10問は余裕だった。でもこの10問はちょっとポイント見なきゃ分かんなかったりとか間違っちゃったっていうのに分かれるじゃないですか。だったらどこを復習するのって、ミスったとこですよね。あって余裕だったものは後から見ても余裕ですもん。もちろんそこも手を回せたらいいですけど、優先順位は別なはずです。けれど1日6時間授業とか受けてたら、どこをミスってどこが楽勝だったかなんて覚えちゃいないぞ。そんな無理じゃないですか。そこに部活とかさ、休み時間でさ、例えば友達とトラブルとかもあったりするので、そんなにね覚えてらんないわけです。だからメモをしておかなきゃいけない。メモの付け方は皆さんがね好きなようにつけてもらったらいいんですけど、例えば教科書の問題にそのね自分の専用のチェックマーク、このチェックがついてる問題は復習しなきゃいけないってしたりとか、あと付箋を持ってって付箋を貼るのもいいですよね。付箋を貼っておけばね、今日家帰ってから、あ、この付箋がついてるページだけ復習すればいいんだ、めくってみて、あ、そう、この問題だ、これだけやろうみたいな。そうすると自分にとって本当に必要な問題だけピックアップして復習することができます。それに後々テスト範囲、まあ、中間テストは期末やってくるわけですけど、結構広いページやんなきゃいけないんですよ。その時にもっと覚えてないですよね、どこが楽勝だったっけなんて。でも印がついてたら自分がミスりやすいところがピンポイントで残ってくれるんです。つまり未来の自分が楽をできるようになるんです。だから復習するためにも、まずは学校で授業を受けている時にメモだったりとか付箋を使って、後々優先順位が高めの復習しなきゃいけない問題が一目で分かるようにしておきましょう。そのやり方は皆さんに任せるんですが、そうすると復習、家ね帰ってからも効率よく復習できますので、ぜひ試してみてください。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。まあ、学校の授業っていうのはね、まあ、ずっとさ 100% の力で受けられるとは思ってないです。だって日々みんなもいろんなことがあって、今日はなんか気分が乗らないなとか、なんかしんどいなって日もあるじゃん。それはいいんです。いいですか。みんながその、例えば昨日うまく受けれたのに今日はうまくいかなかったで、へこまなくていい。人間なんだから、波はあるんだから全然構わないんです。でも自分の授業の受け方だったり、予習のやり方、復習のやり方っていうのが見つけられたら、全体的なレベルがアップするんです、みんなの授業の受け方のね。なので、まあ、今回説明したのが全てではないんですけども、一個のヒントにしてもらって、みんなの授業の受け方、予習復習のやり方っていうのを見つけていってもらえたらと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今週1週間もお互い頑張っていきましょう。また来週の動画でお会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。